け、ネクスト、よいしょ、すごい、めちゃめちゃ今の連携も取れてた、ね、連携取れた、ね、協力感、ね、おおしゃれな場所、あ、いいよ、飲んじゃってダメだよベロンベロンベロンなるよ結構いい、あれっすね、ちゃんとお酒がね、おしゃれだ、早くよ、うわさあ、なるほど、溶けちゃいました、早い早い、どうして、ほんとに分かっちゃいました、僕も酔っちゃいました、酔っちゃったね空気で、この雰囲気で、雰囲気でね、正しく置いて足元から見よう、何かを、これを正しく、これか、いや違うか、違うこっちか、そっちじゃない、何かを正しく置いて、瓶のやつで、答えを大文字、大文字で入力せよって書いてある、何を正しく置くんだろうね、これでも動かないですこれ、こっちは動かない、あ、それ多分さっちゃいけない、あ、そうだね、分かんない、いや、でもこれまで動かなかった、動かないですか、動かない、じゃあ動くのこれだけですよ、そうだね、分かったわ、え、これ重さで、わぁ、一緒の重さのところに置くんですよ、多分これ早っ、ちょっと、いや、知ってたよなさっき言ったじゃん、言ってない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 、これ量が違うんですよ、入ってる量、お前重さがまず違うね、確かに、そうそう、だからこの重さが全部違うんで結構重い、これ軽い、めっちゃ軽い、少ないやつだから、ここかな、これ触り、こうやってやれば持てませんって、はいはいはい、で、重さが一緒かぐらいか、もうちょっと重そう、じゃあこうかな、ちょっとなんか文字に乗れなさそうな、BROQ ブロック、あ、ブロックだ、足元から見よう、足元から見よう、足のサインがね、ここにあんのよ、あ、本当だ、足元から見ようって書いてある、どういうことなんだろうって言って、足元から見て、どうなります、いや、なんか足元から見よう、あ、これね、文字が見えませんこれで、いや、そうだ、見えるんだけど、はい、D B B B あれ、B だ、あ、どうなんどう見えます D D D あ、ドロップか、あー D、反転してるこれ、反転するんだ、反転してる、あ、本当だ、反転する、反転してる、おもろ、え、ちょ、これ映る、うん、だからドロップだこれですよね、うん、ちょっと映らんかな、カメラだったら、反転してるんだよな、でもね、B がね、確かに反転する、そうそう、多分、ここからこう映したら見えないですかね、そう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 、答えはドロップ、見えた、とこう、持ってったね、検視あれ細かく、1600にして、重い順に赤だけ読め、ちょっとあの、撮ってもらっていいですか、ちょっと待ってね、カメラマンさん、カメラマンさん、はい、待ってください、はい、1600にして重い順に赤だけ読め、え、多分ここは重りじゃないですか、1600にしてる、何、ここ多分こうやってやると重りなんで、うん、そうね、ここに重いやつを置けばいいんですよ、はい、軽い順ですか、これこっち、左から軽い順、これ1000、あ、行かないんだね、1600は、あ、行くのか、じゃあ1600じゃないですか、いや、行かないのね、多分、あれ、いや、1700だね、これ、あ、だから、これいらないじゃん、そうです、1600、重い順だからまあこう順番、左から読むとしたらこういう順番、うん、で、赤だけ読むだから CUP、 CUP カップの答えは、これはいけるね、合ってるでしょ、カップ、いくよ、はい、入力しまーす、 CUP、 OK、 おめでとうございます、はい、この部屋入った瞬間に考えてたことと同じだった、嘘嘘、何も書かれてなかった本当にだんだん簡単になっていくな、次はめちゃめちゃ広い部屋らしい、あら、え、というわけで、ネクスト、おお、開いた時のガチャっていう音いいっすね、いい、見ます、ステップ1、回した時でも書いてあります、クエスチョン、あ、始まった、回ってる、これ回して時計、これ一緒ですよ、書いてある、これの時、ウェンの時はキャットの時、ゼンの時はヌ、ちょっと待ってよ、キャットの時、ラット、キャットの時、キャットいた、キャットの時、回すのこれ、多分、この見る方向書いてあるから、こっちから見てキャットがこうだから回したらダメじゃない、じゃあこっちから見てこうだこうだこうだ、そうそうだよね、これの時、これ逆じゃないですか、キャットから見てじゃないですか、キャットから見たら、あ、キャットから見るのか、あ、そうだそうだそうだ、逆だ、こうだ、キャットから見てたからこうだ、こうですよね、キャットから見た時マンキーはマンキーから見たらどうなのかな、ああ、マンキーから見る、マンキーから見ると、座りましょう座りましょう、あ、そうだ、マンキーから見ると何て書いてある、SEAT シート、シート、いいですね、合ってるでしょう、はい、はい、どんどん俺たちのリアルダンスゲームの方が活性化していく、C が R で M が D の時、
M が E C が R で M が D のあれなんですか、これも D になるんですか。あーあー、ドンキー、ドンキー、ドンキーで、あ、ドンキーだ。で、ドンキーだ。先輩、ここ取ってみて、ここね、ドンキーなんですよ。で、マンキーがドンキーになるわけですよ。マンキーがドンキーで、C がキャットがラット。あ、キャットがラットか。うん、あ、はいはい、こうはこうだ。キャットがラットで、マンキーがドンキー。答えは何？で、どこに答えが表記されることに。あ、で、あれ間違えない。でもなんかこういう考え方だよね、多分ね。あ、C がラットから、これが R になるから、こっから見るんだ。なるほど。こっちから見るんだ、次は。だから、こっちから見て、ラットから見る。そうね、ラットから見たときに次マンキーから、じゃあドンキーから見たら、ドンキーから見ればいいんだ。こうだ、こうだですよね。したらで、でそう、さっき見たんですよ。ムック、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 なんか違うな、なんか違うな、なんだこれ。あ、 D に変わるからドアだ、ドア。なんでだって M と、あ、 M が R が変わる、あ、 M が D になって C が R になるから、ドアだ、ドアだ。天才マジで天才、200円マジで天才、ドアだ。岡田村の知性すごいね、すごいね。これはまあ僕そうなんですよ、結構ね得意なんですよ。脱出ゲーム得意なんですよ。あれすげえ、これは、ま、次はいけるの。いける、 OK、 次はいける、いきます。はい、うわ、ええ、あ、ここがって聞きましたよね。うわー、ここはなんか荷物室っぽいっすね。いろんなものがありますよ。置いてありますね。クエスチョン、床のトランクと床の文字で4つの絵画を同時に作る。これ動かしているかだけちょっと確認しますね。はい、あ、動かせない、動かせない。これは動かせない、動かせるやつ、動かせるやつもある。あ、動かせない。あ、開く、開いちゃってる、開いてるやつもある。開いてない。 C と、これは開く。 C と Y と M が動くのかな。で、中は何も入ってない、はい、あ、ここにも文字がある。あ、こう4つの絵画ってこれだね。暗いと、イヤーと、ゲンと、キャン、キャンね。4つの絵画を同時に作れたから、キャン作れました。キャン作れた。イエンはある、あった、イエン、イエン、ね、前をそこに持ってったらイエンに入って、はい、で、暗い、はい、で、ここで暗い。そうね、これだね、キャン、イエン、暗い。あとは床のトランプ、床の文字で4つの絵画を同時に作れたから、まだできてない。あ、でも、いや、できてるね。でも、できてるから、赤と、赤と青と緑、赤丸、青丸、緑丸で、答えって書いてるんだよね。赤は多分じゃあ R が Y ですよね。そうだね。あ、いいや、緑で、ね、実はね、はい、あのね、横にもね、そうそう、文字がね、ある。で、緑が青と、あ、青がね、さっきからね、何も見つからないんだな。青丸トランク、どっかにあるわけですよね。トランクが起きたトランクを開き、赤、青、緑の丸の中のアルファベットを読んでいこう。K から始まる単語になる。ああ、わかった。K、 書いてこれ内側に。ああ、ああ、まあなるほどね。悔しい。奥向きはこれでいいのか。KY 最後が Y ですね。そっちに青ないですか。これこっち青。ああ、どれだ青って。これちょっと一回どけ。緑は Y。あ、青ありますね。これですね。いいか。いいだ、いい。キーだ、キー。いい、いい。か。水は。いいな、わかる。めちゃくちゃ見づらいですね。これですね。これの、これの中から答えを見つけました。答えは、キー。はい。オッケー。はい。ステップ2、大きな赤いトランクを調べろ。はい、あ、これだ。ここに書いてます。まあ、それだね、絶対。はい、で、なんか、切れ端が。K。あと、紫丸、黒丸が書いてある。あ、じゃあ紫丸を探しましょう。まずね、あと大きい赤いトランプ調べる。紫はこれ。じゃあこれを使って多分何かするんでしょうね。え、大きな赤いトランプの中をよく調べてみよう。問題用紙の残りを開くんかい。開くんかい。開くんかい。あ、じゃあこれは触っちゃいけない。問題用紙の残り半分が手に入るはずだった。あ、ごめん。あ、どうですか。え、まだ開く、そこ。いやいや、すごい。え、いや、ワンチャンありますよ。え、え、入れる剣士。そんな大きいのに剣士。え、え、ここ入っていいですね。あ、あった、あった、入ってみ。ある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 。ちょっと入りますね。
入れんのかい、こんなところ。ここほら、あったあったあった。よし、ちょっと俺が写しますね。あった、同じ文字に置けや。これとこれ同じ文字に置け。アンサーは黄丸、紫丸、黒丸。じゃあまた丸もあるよ、ここに。またさっきのやつやるってことですね。同じ文字に置け。黒丸ここなんですよ。黒丸どこ。黄丸、紫丸。あ、同じ文字に置けって、これ多分同じ文字に置くんですよ。これやろう。ね、C がそういうことだ。はい。よしよしよし、まあ、で僕らだけ脱出しましょう。はいはい。 G、 黒は G です。黒は G、 黒は G、 OK。 紫が A、 A、 黄色が B、 バッグか。はい、バッグあった。おーい、じゃあ扉開けてください。はい、お疲れ様です。おあれ、びっくりした。俺の出られないのかと思った。リアル脱出ゲームがまだあるのか。なんで俺もう一個出すゲームだ。まだある、最後。あ、出た。赤トレイン、黄トレイン、紫トレイン、黒トレイン。はい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 。ありますよ。ここにね。紫、黒、紫トレイン、黒トレインは Y。で、緑トレインは違う、関係ない。赤トレイン。なんかね、赤はね、S。S。でもね、多分そいつ、あるのかな。紫トレインは H。紫トレインは H。なんだけど。HY。そんな簡単なんすかね。そんな変なあれじゃないですか。 SQHY は絶対違う。絶対違いますよね。あ、あれだ、向いてる方だから、多分こうやって置いた時に A。 あー、紫が A かも、わかんないっすよ。向いてる方ね。あー、なるほど、向いてる方だ、確かに。紫が A、A、赤から見ましょう。赤、そうだね、赤はこれ。赤はね、ここだから、P。 あ、でも、あ、今のがあるのかな、置き場所でいいのかな。いいんじゃない、これ。隠し部屋に入る必要はないぞ。PL、PL、A、プレイかな？プレイだ！オッケー！ PL、AY、本当に賢い、宮君。任せてくださいよ。やったー！で、一旦ここで終わりかな。あ、じゃあ一旦ここまでか。そうですね。映像はね。じゃあ音声のみプラス、脱出できたかどうかが音声で分かる。まあ、とりあえず俺ら引き継ぎ楽しんで、そうですね。それちょっと撮って。すごい、マジで天才じゃん。あー、あるわ。嘘、ほら、ある。あのね、ちょっと待って、音声だけ聞いてください。明白天才です。これすごいわ、よく分かったな。マジで明白天才。やったことある、これ。ない。あるよ。おー、来た、最後の部屋。あんな、現在時速319キロ、望みだね。オッケー、残る時間は37秒。はい、よし。残り37秒。押そう、なんかを、なんかを、そう。こっち。10秒だよ。あと10秒。俺が。お。4。絶対使う。やめて。2。1。ほら。ああ。ゲームオーバー。爆発した。いやーよかったんじゃない。まあまあまあ、もうね、いやでも名案の冴え渡る考察で、すごい考察で、ありがとうございます。ああ、任せてください。そして高田さんのひらめきとね、いやーそう、奈良子さんのね、最強の運、そうね、運をね、やっぱこううまくこうなんかね発揮して、はい、そして見事、はい、見事、うん、クリア直前まで行きました。いや直前なら、いや、最後の、うん、最後の列車に到達した時点で残り30秒。うわーって言って、ダメだー、列車は爆走しました。いやー、よかったけどね、途中まで。いや、そう、よかった、結構良かったね。進んでるかなと思ったんですけど、難しいですね。いや、でもね、おもろい、おもろいね、めちゃめちゃ面白かった。おもろい、なんか、ひらめいた時のあー、これかーっていうのが、ね、見つけた瞬間で、はい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 、うわ、悔しい。いや、悔しいな。しかも何が悔しいって、最後の車両を最後までやれなかったのが悔しい。そうそうそう、この後もうすぐお客さんがちゃんと入ってくるから。あと映像が回らなくなってから奈良子が冴え渡りましたね。あ、そうだね、そうそうだ、それ言っといて、ケンシ。そう、すごかったんですよ、ね、頑張ったこれだってのね、映ってないところでは頑張ってました。というわけで、
日は止まらない高架列車館脱出を遊ばせていただきましたけれども、はい、ミステリーサーカス、ちょっとこれ以外にもね、うん、あのもういろんなリアル脱出ゲームがあって、ちょっと僕もまた他のやつ遊ばせていただいて、はい、よければちょっとまた撮影させていただきたいなと思います。本当に面白かった。いやもうご協力ありがとうございます。めちゃめちゃ嬉しい。これノー案件だから本当にお願いとご好意で撮影させていただきましたんで、すごいね、本当に誠にありがとうございます。ありがとうございます。みんな来てくださって、七子七子チャンネルはあのミステリーサーカスを心から応援しておりますんで、皆さんぜひ遊びに来てください。はい、はい、というわけで、あのメイヤ君とケンシも、はい、朝早くからありがとう。いやーこちらこそありがとうございます。本当に早いです。ぜひ次回のまた撮影でお会いしましょう、はい、それではありがとうございました。みんなもぜひ解き明かしてみてね。先輩もお疲れ様でした、はい、そうです、ありがとうございました。ありがとうございました。どうでした先輩。ちょっと待ってね、決めとるから。おい、ブレだ。ブレだよ。お疲れ様でした。いや見てて、あの本当楽しそうだなっていうのすごい思いました。あ、ちょっとあわよくは僕も参加したかったんですけど。いや全然、なんか一緒に解いてたつもりで。先輩ちょっとその余裕がね。ちなみにあのトランクに奈良子さんは閉じ込めたらあるんですけど。じゃあ、おいバーンお尻がね、ちょっと当たっちゃった。いや、ありがとうございました先輩。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。いつもあなたの暮らしに微笑みを。チャンネル登録よろしくお願いします。